くるくるミラクル。ゲストはこちら、モンキーターンです。はい、どうもモンキーターンです。よろしくお願いします、ね、僕らね、モンキーターといいましてね、ね、一瞬見たお客様ね、僕の頭見てどうしたんだろうと思ってますね。そうですね、まあ頑張ってくれたんですけど ね、はい、僕らね、二人ともね、九州の宮崎からやってきたんですけど。そうなんですよ、田舎者なんですよね。田舎はね、ヤンキーが多い。まあ都会と比べるとね、ちょっと悪い子が多いんですよ ね一番大変なのはね、その不良息子を持つ母親。そうですね、僕もう昔悪かったんで、うちの母親にだいぶ迷惑かけましたね。いつもね、夜遅く帰ってくから、いつもこういう感じで親子喧嘩始まるんですよ。見えるんですよ。ああ、帰りませんか。ああ、遅くなったけどな、親がな、髪が見えるけど帰んねえとしょうがねえからな、帰るか。ガラガラガラ、こらー、このバカ息子が、あんた今何だと思ってたね。せえな、関係ねえだろ。関係ねえじゃないことよ、お母さん。スカーン、もうその人スカーン。もう関係ねえだろ、うるせえな。お母さんはね、あなたの帰りをずーっと徹夜しながら待ってるんすか、このバカチンが。徹夜って武田徹夜の方寝ずに待ってるもんだろ。あんたね、未成年でしょ、親の前でタバコなんか吸って。せえな。はあ、ありがとう。サクサクか。ああ、願い事叶うかな。叶わねえよ。石田純一さんの靴下が見つかりますように。隠されてねえ。センスだよ、センスでやってる。ナンセンスね。ナンセンスかどうかわかんねえけど。あんたそういう教員は学校から電話かかってきました。あんた学校行ってるらしいじゃないの。行ってます。日曜日休みだよ、日曜日。お母さん、声でビーボーイ。よよよよ、お前は昼は学校、そして家では親不孝、だから今夜のおかずはチンスコ。イエーイ。ダセーよ、ダセーし、チンスコとご飯合わねえよ。大ちゃんだね、そんな学校サブタバレとね、いい大学へ行けませんよ。行かねえんだよ。あんた行かなかったらどうすんの。フリーターだよ、フリーター。ペティグディチャム。ブリーダーだろ、トップブリーダーが使うもんだよ。そっちかー。おかしいだろ、二択。そのおかしい。違うの、お母さんはね、あなたをいい大学へ行かして、将来的にはお米に絵を描く人になってほしいのよ。とにかく無駄だし、地味だろ、そんな仕事。やだろ、あいつに。あんたがね、最近悪さばっかりするからね、お母さん、近所の人からじろ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 変な目で見られんのよ。そういうのな、ほっときゃいいんだよ。だお母さん、昔みたいに裸で出歩けないじゃない。それだろ、じろじろの原因、絶対に。たまにシースルーで我慢してたのに。一緒なんだよ、シースルーだったらよ。あいつに、あんたね、近所の人からね、あんた何てやるか知ってんの。なんだ、近所の人が何つってんだ。坂本さんちの息子だってんだよ。そりゃそうだろ、お前。それ以外に表現の仕方ねえもん。お前な、親の方って舐めしたらな、ボコボコにすんぞ、こら。ああ、じゃあお母さん、ペコペコするよ。なんかすいません。なんかってなんだよ、なんかこういうのに謝んなよ、腹立つな、おい。俺だってやるときあるぞ。ああ、お母さん、寝るときはパジャマだぞ。どうでもいいよ。何ネグリジェ。なんだネグリジェとか、どうでもいいんだよ。あんな子だいって、なんでいつもそう、あなたお母さんの言うことを聞いてくれないの。なんで青木のスーツはいつも半額なの。関係ねえだろ。半額半額。なんだよ、その動き。クソ親。クソ親。クソに向かって親とは何事よ。逆だろ、お前。親に向かってクソとはだろ、なんだそれ。ああ、もういや、お母さんね、大体あなたをそういう子で育てた覚えはございません。ああ、そうですか。あなたを産んだ記憶もございません。親子じゃなかったのかよ、もういいよ。どこでした。おい、よろしく。米粒社協のところはちょっと私ちょっとやばかったです。ああ、マジですか。米粒社協ですか。はい、あのいつもこういう感じでネタをされてるんですか。そうですね、まあ、大体あの基本漫才やってる。たまにこう漫才よ。こんな風に漫才。じゃあ昭和の芸人ですけど、漫才師ですか。漫才師。いや、どうもどうも。今度やったり。いや、よろしくお願いします。漫才よ。どうもどうも。このタイミングで握手する。すごいな、このタイミング。いつもこういう感じなんですか。あとですね、あの漫才とコントとは別に、あのうちの坂本がですね、まあ、特技というかモノマネというかね、あの高校野球に詳しいんで。めちゃくちゃ僕高校野球詳しいんですよ。モノマネってなるとまた私見る顔が変わる。マジですか。僕はだけどね、ミラクルさんの違いで僕のモノマネはちょっとね、なんか微妙なちょっとモノマネなんですよ。そうですね、あの微妙なモノマネ、ほぼほぼ多分知る人は伝わらないと思いますね。あ、ほぼ全国に何人かいるぐらいのマニアしか分かんない。マニアックなモノマネ。ははん、高校野球がむちゃくちゃ好きなんで、その中でワンシーンとかをモノマネするんですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとやってもいいんですか、せっかくですから。せっかくですからね。ちょっとモノマネの方の前でモノマネするんですけど。いやいや、ちょっと本当それなりの気持ちを見させていただきますよ。よろしくお願いしますよ。じゃあ、いただきます。じゃあ、よろしくお願いします。はい、モンキーターンのプレーバック高校野球。1991年度全国高校野球選手権大会3回戦の四日市工業対抹消学園の試合中、四日市工業の川本選手がレフトラッキーゾーンへホームランを放った際、ベンチで大はしゃぎした後、思わず選手とぶつかってしまう四日市工業の尾崎監督。川本行けよ、川本。よっしゃった、よっしゃよっしゃよっしゃ、おー、わり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 。続きまして、2002年度全国高校野球選手権大会3回戦の明徳義塾戦に敗れた後、泣き崩れる2年生エースピッチャー飯島君を励ました後、テレビカメラに気づき、さらに励まし続ける上層学院の持田キャプテン。おい、最後までしっかりせえ、気をつけ。あ
ありがとうございました。だから泣くなよ。お前また来年あるんだろ、帰ってくるんだろ、泣くなって。おい行くぞ本当に。だからさ、また来年帰ってくるんだからさ、なあ。続きまして2005年度全国高校野球選手権大会準々決勝の宇部商業対日大三高の試合中、宇部商業の2番ファースト上村君が9回表に逆転タイムリーを放った際の宇部商業アルプス席にいた宇部商業チアリーディング部長松永恵里さんとそのお友達。打てよ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 、お前が打ったら誰が打つ、勝っとうぜ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さっぱりわからなかったんですよ。あ、はい、あ、まあ、お座りください、お座りください。とりあえず自己満足でしたね、はい、そうですね、はいはいはい、そのあたり私の中学校の時の坪井先生のモノマネとかも、あ、坪井先生、あ、いいですか、ちょっと見てもらって、あ、いいですか、はい、はい、いいか、お前ら顔中を口だらけにしていいか、頭のてっぺんからのこれで一緒ですよね。一冊だね。僕らはこれぐらいですか。いや、それぐらいですよ。僕らいや、僕ら伝わってますね、本当に。もう念頭いた瞬間にみんなピーン来ましたね。本当本当伝わってる、マニアックすぎるってほら来てますよ。いや、全然マニアックすぎるって来てますけど、あ、でもなんで知ってるんだみたいな感じ見えますね。いや、マニアックマニアックすぎはしますけどね、若い人はやっぱ、うん、あ、ほらほらほら、ちょっと女性もね、はい、これ女性の方にはちょっと伝わりすごいですよ。東洋大姫路田花咲く徳春最初は延長か、あ、そこですか、あ、ミラクルさん水虫ね、まだ治ってないです、すみません。そんなことはいいんですよ、自由すぎないですか。これ今どこ、そんなことはないとしてですね、キャッチボールしましょう。じゃあ今どこ読んでるのかなと思って、いっぱいジョッキー、これちょっと行き着きましたね。今どこ読んでるんですか。どこだ、結構来てますよ。キッポン泣くなよ、これだから、ここちょうど上の方じゃないですか。ちょっと、あ、坂本さん、リクエストでもほら、リクエスト来てますよ。東洋大姫路対花咲く徳春です。花咲く徳春って、これは、これは、はい、引き継いでください、坂本さん。僕ね、高校野球だと熱くなるんですよ。やっぱりね、やっぱ高校球児として、やっぱり夏は熱くなるって言うじゃないですか。この試合なんですけど、書いてあるんですけど、その、東洋大姫路対、花咲く徳春の延長再試合があったんですけど、これ春の選抜高校野球なんですよ。春もね、あんまり興味ないんですけど春は、だけどこの時のピッチャーが、あれはベトナム人のアン君っていう豊田姫路のピッチャーいたんですけど、で、まあ、アン君って言って、で延長15回投げて、次の日も多分投げてるんですよ途中から、で結局次の試合も1点差勝負の多分サヨナラ勝ちかなんか、そのぐらいでいい試合してるんですよ。ああ、なるほど、アン君がね。で、まあ、花咲くとかっていうのもちょっとね、ブルーの帽子にブルーのアンダーシャツというちょっと変わった埼玉県の高校なんですけど、でその時のその時違うな、キャプテン違ったな、ちょっと話変わらせて、それでアン君がやっぱり地元阪神が神戸って阪神じゃないですか、でドラフトで取られるかもしれないって、でちっちゃい頃やっぱりね、ベトナムから来てやっぱお金がなくて、グローブも買えなかったのをお兄ちゃんが買ってくれて、それを大切にして頑張った。すごいな。だからプロに入ったらやっぱり家族にあれをやり、そのね、恩返しをしたいって言ってたら、結局さでプロから誘い来なくて、プライベートなところまで覚えてる。そうですね、それでプロに行けなくて、今東芝で頑張ってます。今東芝で頑張ってる、サッカー野球で頑張ってます、今頑張ってます。そのプチ情報いいですから、そのモノマネをしてくれっていうリクエストです、だけどそれはちょっとモノマネ難しいですね。難しいです。アン君はちょっと、はい、大橋巨泉さんはですね、昔勉強はできなくて、こういうことばっかり覚えてたとかいう、まあ、大橋巨泉さんじゃない、眼鏡かけてないから誰も伝わんない。ちょっと下見てもらってですか、今日下ですか、ですか、カブトガニじゃないですか。違いますよ、違います。あ、そうですか。違う、このカメラいろいろあるんですよ。カブトガニに失礼ですよ。僕ちょっと前まで、カブトガニは大丈夫ですか、おかっぱみたいな髪型してたんですよ。気持ち悪いんですよね、ちょっとなんで気持ち悪いとか言うんですか。基本は気持ち悪いですけど、なんか来てましたよ、深川亮さんみたいな髪型されてましたけどっていう感じ。あ、そういえば、そうですよね、そういう感じだったんですよ。可愛かったですよね。石川ぐらいまでその髪型だったんですけど、ちょっといろいろありまして髪型変えたんですよ。いや、いろいろが、じゃあその理由が、ちょっと後ろから見ると、あの、違う、女性関係ないんですけど、おばさんに間違えられるんですよ。あ、女性関係の話ですね。女性関係ですけど、後ろから見たら僕完璧おばさんなんですよ。ちょっと今考えが違うからなんですけど、僕坂本って言うんですけど、スーパーで買い物してる時にたまたまちょっと荷物が重かったんでこう持ってたんですよ。そしたら全然知らないおばさんから後ろから渡辺さんの奥さんの声が、最近はおばさんっぽいけど、渡辺さんの
そっくりだったわけですね。まあ、よくあるパターンの髪型ですね、ある今奥様の中ではね。そういうことで、そういうことでございまして、そういうことでございまして、今日はちょっとモンキーターンさんのね、自己紹介も込めてですね、はいはい、いろいろお伺いしたいのこともあるんですけど、大丈夫ですかね、はいはい、ちょっとね、質問が来てるんですよね、はい、モンキーターンさんに。あ、来てないか。来てないくないでしょ。来てなくないでしょ。あ、来てなかったか。来てなかったか。僕、高校野球喋りますか。来てなかった。こんだけしか来てないのか。来てました、ありがとうございます。はい、我らが、鉄拳さん、鉄拳さんという方からなんです。いつもお世話になってる鉄拳さんなんですけども、鉄拳です、どうもこんにちはです。そんな感じですか。まあ言ってみただけなんですけども、鉄拳さん普通の方なんですけど、実家がですね、はい、宮崎県南部市で漁師をやっているモンキーターンの坂本さんですが、あれ南郷、それだめじゃない、本当は南郷町なんですけど、宮崎県の南郷町っていうところなんですよ、僕。あ、南郷町っていうところで、はい、勝尾の町南郷町なんですけど、あ、宮崎県南郷市南郷町の、南郷市では違いますけど、南郷市じゃないんですね。その人は多分勘違いしますね、はい、ちょっと待ってくださいよ。南郷市でいいですか。南郷市でいいですもん、お客様の話なんで南郷市でいいです。いや、ちょっとそこでははっきりした方がいいですね。もうですよ、流しましょうか。まあまあ、ちょっとここは、ね、はい、人のミスはあまりね。南郷町で漁師をやっているモンキーターンの、はい、坂本さんですが、モンキーターンで、はい、芸名の他に候補として、はい、坂本元と愉快な仲間たちという名前を考えたそうですが、ミラクルさんのブログ、あ、私のブログもね、ミラクルイカルと愉快な仲間たちっていうんですけども、はいはい、そのブログのタイトル、ミラクルイカルさんのブログのタイトルって知ってますか。答え言っちゃった。言っちゃった答え言っちゃいましたね、さっきね、まさかの、まつまりね、どういうことだ、どういうつもりってことなんですか。まあまあ、そのして、本当は僕の、町って漁師町なんですよ。で、僕の親父がちょっとマグロ船に乗ってたんですよね。で、海を越えなく愛す男だったんですよ。で、船って大漁旗って分かります、旗が、大漁って旗があるじゃないですか。あれをものすごく大切にしてて、ちょっと僕はちっちゃい頃も触った人怒るんですよ、触るなって。神聖なものだ、命の次大切なんだって言って、で、触ったら怒る父親が、僕が弟と家で隠れもしてたら、お尻たまたまその大漁旗を折りたたんでやったんですよ。嫌な感じますね。で、折りたたんでやって、で、もう親父がちょっといなかったから、今しかないと思って、触るチャンスだと思って、パッとお尻から出して広げてみたんですよ。中からエロビデオが出てきたんですよ。なんだ、新聞紙代わりがくらいの学生で、あれだけ触るなって言った理由がそれだったんですよ。ちなみに動画あれですか。ビデオが、僕はそれちっちゃい子だからわからないですけど、多分ね、タイトルが兄弟船っていうタイトルだった僕はそれがわからなかったんですけど、兄弟船っていう歌もありますよね、トバジュンさんで、そういう意味だね、兄弟船。それで、その親父なんですけど、兄弟船ですよ、いやらしい。で、まあその親父なんですけど、その僕が小学校の頃に、たまたま小学校1年生のこの担任がちょっと東京の方っていうか、来た先生の地方に来た、で、都会の人が来たで、僕は田舎とか、僕ら都会というか田舎の人はハロウィンとか全然そういうイベントとか知らなかったんですよ。田舎だから知らない、僕は宮崎、そういうハロウィンとかなくて、で、その、たまたまそういうのありますよって言ったんで、じゃあ来週学校でそのハロウィンパーティーなんか やりましょうって言って、衣装を作ってきてくだ、作ってみんなでやろうっていうことで、それが大量旗で作ってたとか、いや、それは違った、それで、で、まあ、家に帰ってきて、で、親にちょっと作ってくれって言ったら、親父がたまたま帰ってきたんです、僕に帰ってきて、だから分かった、俺が作ってやるって言って、楽しいじゃないですか。で、1週間後、めっちゃもうそのハロウィンの日ですよ、もうテンション上がって、早く目が覚めて、お父さん、お父さん、できたっつって、うん、できたぞ、これかっこいいぞって用意されたのが、マグロの釜なんですよ。もう一日中頭が回されてる。作りすぎ。いや、本当に作りすぎ。ありえない。すごいですよ。ありえない。臭くて。で、先生が気ぃ利かして、僕に、なんか今日、ケイ君体調悪いよね、早く帰るって返されたんですよ。周りは臭くなっちゃうからと。その後、頭食べたんですか。いや、食べないですよ。カバーのとこ捨てるじゃないですか、基本。あ、美味しいとかも取ってあるんですけど。あ、そこちょっと後でゆっくりね、お話ししてますね。残念ながら。ということでございましてですね。まあそんなこんなで今日はね、ちょっと自己紹介しませんだからちょっと親父のね、バクロ話してたからなんとその仲間たちということでございます。今日はね、まあ素敵なね、ファッションで、なんで芸人さんでこんなファッションばっかりしてましたね。なんていうかね、まあおしゃれボーイおしゃれボーイ、まあ B ボーイをね、ちょっと意識して、全然ですけど、どこですか。 B ボーイとジュノンボーイを今日は意識するのが憎いだなって思って、今日この頃でございまして、パーン、
もう何ですかこれ。ちょっと一瞬なんか放送事故になりましたね。この曲が流れますと、はい、え次のコーナー行けということで、はい、まだ鼻が鳴っちゃった。いや大丈夫です、すいません。はい、じゃ次のコーナー行きましょう。ということでございまして、はい、モンキーターンとその仲間たちのマニアックモノマネ実演コーナー、これがどうした。ということでございましてですね、今日はですね、モノマネをやりましたけどね、はい、またやっていいんですか。またやっていいんだったらやりますが、終わりましたということでございまして、自分で編集しました。いいですよ、いいですよ。まあ、モノマネやってもいいんだったらやりますけど、曲が流れましたね。あ、そうですか。こんな高校野球は嫌だー。こんな高校野球は嫌だ。こんな高校野球は、あはっ、嫌いだ。いや、いいですね。いや、あの先生、そうやって噛むやつがいいの。先生って、すみません、ちょっと新鮮な感じでね、今日はちょっと行きたいと思いますけども、はい、こんな高校野球は嫌だというネタを募集しております。そのネタをもとにですね、坂本さんが演じていただくということで、お題を見てね、はいはい、お題を見ていただきました。まずは坂本がそこを演じると、演じるということで、なるほど。それはあのシムですね、シムさんね、この高校野球は嫌だということでございますね、はい、まず一つ言っていただけますか。そうですね、で僕からまず言っていいですか。はい、審判が嫌だ、はい、審判が全員チンパンジー。あー、これやりづらいですよ。ちょっとそれ難しい。それなんですか。それ僕はや、僕はベタベタすぎて、もちろんですよ。僕はやるんですか。兄さん、やるんですか。もしも、なんですか、審判がチンパンジー。チンパンジーがチンパンジー。審判がチンパンジー。審判がチンパンジー。をやるんですか。審判がチンパンジーをやるんですか。はい、一つ進めるのにすげえ時間かかる。気持ち悪いです。ここで行きますとかって言ってもらって、あ、気持ち悪いし、違う、もうちょっと入ってもらっていいですか。そのタイトルきっかけで行きますんで、あ、そうですか。タイトルきっかけでもう入るんで、はいはい、自分の世界でやります。はい、もう一回言います。こんな高校野球は嫌だ、審判が全員チンパンジー。なんすか、ね、今の球渡したの、ボール渡したんですね、新しいボールで、ね、アウトってなんか言う、はい、気もしますね、セーフですね。正解してますね。これですか。こういう感じでよろしいですか。あの兄さん、すみません、あの真剣にやってもらっていいですか。いや、だけど心配だよ。あ、真剣、はい、あのちょっとあのボールが投げた風に見えますけど、実はあのリンゴ投げたので、あー、なるほど、まあ、全然わかりません。という具合にですね、はい、やっていただきましたけども、はい、大喜利ネタこんな感じで募集しております。あ、いいですね。それで大阪選手、はい、そうです。そう、はい、大阪の僕がやるんですね。そうです。まあ、こんな感じでこれですよ。なんとかチップスさんじゃなくてですね、こちらでネタを募集しますので、どんどんご応募ください。応募されたネタの中で一番受けたものに、私たちのおしゃれなサインを差し上げたいと思います。ストラップにもなっちゃうサインなんですけども、はい、ということでございまして、じゃあ行きましょうか。行きましょうか、はい、来てますよね。これいいじゃないですか。審判が、あ、だから早い早い早い、はい、何言って読んで、グラウンドの砂が鳥取砂丘、スーさんからです、はい、グラウンドの砂が鳥取砂丘、グラウンドの砂が鳥取砂丘、スーさんです、どうぞ。じゃあ、こんな高校野球は嫌だ、グラウンドの砂が鳥取砂丘、どうぞ。生まれたての鹿。そうです ね、 ですね。あ、あれやり直しましたね。
ちょっとそろそろ結構遅まってるからね。ですが、すいません。ちょっとね、難しいね。早めにお願いしますね、今ちょっと。ちょっとね、前田さん、砂を持って帰る方に行こうと思ったんですけど。あ、なるほど、なるほど。ちょっと、ちなみにあの鳥取砂丘の砂、そんなに滑らないと思う。あ、そうですか。はい、足がちょっとね、引き込まれたから。砂は滑りましたけども。間違いで滑りましたね。あ、うまい。いろいろ来てますね。うん、やっぱりミラクルさん声がいいです。ありがとうございます。うわ、いいですね。僕がやったのにミラクルさんを褒めるという感じです。よろしくお願いします。どうぞ、これ、来ました。待ってますよ、はい。あられ99、あられ99さんからです。はいはい、審判が小島よしお。人間の人間ですね。すいません、お願いしていいですか、兄さん。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。こんな高校野球は嫌だ。審判が小島よしお。あんまり分かんなかったら申し訳ないです。あ、そうですか。小原ライトさんから来てます、はい、ベースが豆腐。いやレベル高いですね、皆さんね。はい、じゃあこんな高校野球は嫌だ。ベースがお豆腐。ですよね。もめんですね。もめんですね。切り残したらちょっと潰れてしまうみたいな話ですね。ということでございまして、くじ猫さんからです。くじ猫。ピッピッチャーが、ピッチャーが、室伏だ。ピッチャーが、はい、じゃあ行きましょう。こんな高校野球は嫌だ。ピッチャーが、室伏だ。どうぞ。兄さん、また滑りましたね、今ね、足元で、ね、信じられないです。そうですね。いや、もう信じられない。味噌汁なんでちょっと。でも坂本さんがやりたいのとかないですか？坂本さんありますよね。はい、おすすめのもの、ね、あ、これいいんじゃないですか。何でしょうか。選手がロン毛のギャルを。わかりやすいですね。お願いしちゃっていいですかね。はい、いいですか。はい、こんな高校野球は嫌だ、はい、選手がロン毛のギャルを。セカン、セカン、あ、取れよ。はい、はい、はい、ナイスバッチ、はい、ナイスバッチ。ナイスパッチ、ナイスパッチ。ギャローの知識がなかったそうみたいですね。ギャローの知識がないっていうね。まあちょっとね、まあ今年味噌汁になられたということで痛いなんで時間と言ったのか分からない、はい、ということで、ノリウェーブさんから来ております。チアガールがババア。そう、チアガールのババア。いいですね。これひどいの。やりましょうか。こんな高校野球は嫌だ。チアガールがババア。もう出してもらっていいですかね。はい、ありがとうございます。正解です。ありがとうございます。その打ち上がるがババって言ったらないですよね。ババですね。あ、そっちはババですか。はい、待ってババの方がございます。すいません。丸八食堂さんから来てます。ボールがシャボン玉。これはね、ボールがシャボン玉。大丈夫のライン。これは進行調ですね。難しいです。大丈夫の方に頼んだから。さあ、行きましょうか。こんな高校野球は嫌だ。ボールがシャボン玉。どうぞ。手前まで来てこう逃げていくという。ありがとうございました。ということでございまして、バニラさんから解説がミラクル光る。うわー、油断してましたら大変なことになりますね。坂本さんの一言吹いて。あ、そうです、ね、そこはいいんじゃないですか、そこは。あ、じゃあもう解説がミラクル光る。解説がミラクル光る。ミラクル光るってこと。私自身というか、宇多田ヒカルさんじゃなくてミラクル光るって。いやー、ミラクルヒカルさん、どうですか、この松井選手の5打席連続敬遠。いやー、そうですね、ちょっと待ってください。大切なミラクルヒカルの意味が分かりません。いや、そこは違うんですよ、本当に。何で笑っちゃったんですか、今。あー、どうしようかね。本物の川中明さんは、川中明さんは、その5打席連続敬遠についてこんなの高校野球史上初めてですよ。それが本物の人も誰も分からないから。まあ、そういうふうに書いてくれるんだから。大丈夫、申し訳ない、申し訳ないね。どんどん行きましょうよ。どんどん来てますよ。結構そんなにいけるんですね。そんなんで、はい、言うてもね、やっぱり難しいですよ、本当に。難しい、本当に。やってみてみよう、本当自分たち。本当に。あ、ちょっとゲップ出ちゃいました。失礼だろ、言ってみてみて。ゲップって。アメリカじゃめっちゃ切れますよ。海ボーンさんから来てます。はい。アナウンスの声がムーディー勝也。またこれね。え、あ、ごめん、切れてちゃった、今。アナウンス消してる。行きましょう。え、お願いします。こんな高校野球は嫌だ。アナウンスの声がムーディー勝山。どうぞ。ちょろちょちょちょろちょ。は
い、ありがとうございました。いやいや、芸人としてのポリシーを持ってても兄さん。すいません、本当に。後輩のネタとかやりたくないんで。本当にね、申し訳ない兄さん。まあ、ということでございまして、いろいろ来てますけども。あ、ありがとうございます。あ、これ私がですか？あ、なるほどね。私ね、野球のこと詳しくないからね。これはじゃあ僕が読んでください、はい、全力オレンジさんですね、ウグイス城が杉浦松浦綾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 ですね。はい、やりますか。こんな高校野球は嫌だ、うん、ウグイス城が松浦綾どうぞ。バン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 ピンチャーじゃ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 始まってるに。あ、でもウイス嬢がちょっとあのね、そのアナウンサーとバッターもこうやってえーってなりますよね。ちょっと見送ってしますね。初球送りバントの最後見送ってしまいます。そうですよね。いやいやいや、3番ピッチャーって言いますか。いますあ、そこはどうでもいいと思います。あ、そうかそうか。結構ね、ピッチャー出身者はバッティングの方が多いんで3番か4番が多いんですよ。ピッチャーってバッターになることってあるんですか。ありますね。高校、あのプロ野球と高校違う。プロ野球のパ・リーグだけピッチャーはバッターおい今進行中だよ、今から。長くなるな、兄さん。いやいや、やだなぁと思って。これ、ネット更新ですよね。違いますよ。24時間ですから、よろしくお願いします。中島みなです。よろしくお願いします。いっぱい来てますけどもね。はい。あら、来てみた。嬉しいですね。赤レンジャーさんから、赤レンジュ君。赤レンジャー。私に読んでいただいて。はい。あら、赤レンジャーさんから。代打が戸田恵子。代打って何ですか。代打っていうのは、例えばこうバッターですが、そこで違うバッターが変わって打つということです。あ、ピンチヒッター。ピンチヒッター。ピンチヒッターが戸田恵子なんだ。はい、じゃあ言いますね。それをどう表現。こんな高校野球は嫌だ。代打が戸田恵子。どうぞ。私が打つわ。ちょっと待った。ちょっと待った。そんなのあります？代打の人が喋る。ダイヤの人も喋りますよ。わかりました。そんなシーンありました。ありがとうございます。喋ります。あの去年行ったね、鹿児島工業のあのでああ、あのユニークなの表記のシャーってね、ずっと言ったんです。勝俣さんですか。シャーって。なるほどなるほど。ダイヤがオセロ中島だったらじゃあ、ああいいです。あ、やりましょう。こんな高校野球は嫌だ。ダイヤがオセロ中島どうぞ。バン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 、こらもう分かんない。それはただやってみたかった。気合が入った。ちゃんと意味もないです。いいです。全然。はい。なんすかこれは。ここに逃げるのやめてください。はい。行きましょう。どんどん行きましょう。ミラクにもっとないですかね。ミラクにね。どうなんでしょうね。ライトさん。じゃあ、ここにもやるのかな。わざわざミラクにいらっしゃい。キップさんからですけども。審判が言う。これはもうあれだと、なんか私が、あのね、審判喋るか。審判で一応見るさ、ストライクボール、またプレーボールとか。あ、なるほど、なるほど。ね、ありますか。わかりました。はい、よし。こんな高校野球は嫌だ。審判が言うさん、どうぞ。ストライク、バッター、バッター、バッターアウト、プレーボーイ。ね、プレイボーイですね、プレイボーイです。いやー、本気聞いてるね、本気がね。何回も言いそうですもんね。言いそうですね。言いそうですね。箱を見ようとしてとかもういいです、ここ。何これ。新しいなんか、パッショナブルだね。パッショナブル、パッショナブルでしょ。ありがとうございます。さあ、お次いきますか。はい。カシオピアンさんからですね。はい。選手が全員、ニート。難しいな。難しい。これね、選ぶ方だ。ちょっとこれね、あ、できるんですか。できるんじゃないですかね。こんな高校野球は嫌だ。選手が全員ニート。どうぞ。あー、やっぱりダメだ。ちょっと待って、選手をか、あれだよ。そうですね、選手の要素一切なかったです。選手の要素一切ない。普通に構えてて、ボールを追いかけてたんですけど、やっぱり途中で諦めるっていう。あー、なるほどね。じゃあもう一回。もう一回、はい。あ、もう一回ですか。はい、監督がニートの場合で、監督がニートの場合で、こんな高校野球は嫌だ。緊急企画、はい、監督がニート、はい、どうぞ。はい、ということで、ありがとうございます。最後の途中でも慣れてくれてるよ。ダメですか。ありがとうございました。慣れたんだ。さあ、はい、じゃあこれね、これですね。結構できるもんですね。そう、じゃあこれ、シリスさんにもやってみましょう。ああ、いいですね。ちょっと待って、忘れてた。もういいよ、なんだこれ。シリスがやります。コルレオネより、エー
ですが風呂上がり。遅い、なんか遅いで。もう一回風呂行ってきます。ちょっと待った。いやもう一回風呂行ってきますわ。投げて汗かいちゃったから。あ、もう一回って。もう一回行きます。あ、なるほど。で、できればあのね、わかってほしかったのは、そうですね、あのタオルがちょっとシャドーピッチングでの覚えてほしい。そうですね。あれ風呂上がりシャドーピッチングだな。なるほど。タオルを使ったシャドーピッチング。じゃあもう私ちょっと考えてるのがあるんで、はい、やっていいですかね。あ、いいですよいいですよ。わかりました。考えてきたのもあるんですか。あ、すいません。ですね。はい。ですね、バッターが、はい、バッターが A さん、あの人誰でしたっけ、あの A さん、A さんって長渕剛のものまねの A さん、バッターがもし A さんだったら、3番バッター A さん、このバッターボックスで、あ、よし、はい、バッターボックス、ありがとうございました。それ長渕剛じゃなくてバッターボックスにまずお礼を言ってからマウンドに立つ、それがいいです。控室とかでもお礼を、はい、控室、ありがとうございましたこれがいいです。まだあるんです、まだあるんです。だったら考えてきたんですか、考えてきたんですか、はい、すごいな。いきますよ、ね、監督がおばはんだったら、おばはんでキャラでもいいですか、監督かおばさん、はい、まあここバッターボックスにいますね、はい、来て、はい、打ちました、ホームラン打ちました、打った、あ、ベンチに行くってことね、はい、来てください、はい、あ、よかった、あ、よかった、よかった、打てた、打てた。なんすかその地獄の絡み。いや僕の特性が分かってた。いやこの距離歩かされてすごい。最後、考えてダメですよ、もう考えてるの、僕だけね、はい、僕だけですよ、ですね、はい、三振しちゃった、うん、三振って振っちゃダメだったんですね、三振しちゃったバッターが、はい、徳島の、はい、盆踊りのおっさんだったら、阿波踊りですね、阿波踊りのおっさんでしょ、スコーン、スコーン、あーし、うん、打てずにゴミ。徳島関係ないよ。阿波踊りやらないの？いや、そう。ちょっとシュールすぎませんこれ。いや、昨日ね。いや、あれ、あそこやね、どこのおっさんでもいいですよね、今の。え？ちょっと待ってくれよ。お茶でよ。あ、わかりました。じゃあ。まさかの展開。いいですか？いいですか？すいません、最後もう一個だけ。すいません。はい、最後ですよ。最後です。もうすいません。怒れますよ。はい。スローライフ、スローフーズのバッターだったら。スローライフ、スローフーズ？ええ。じゃあ打ちます、ホームランね。いきますよ。誰に言ってんだ。ガキーン。ああ、緑がいいな。意味わからない。意味わからない。なんすかそのスロースライブ。スローライブ。来たわけですよ。このね、もうパンって打った瞬間に、もうボールのことより周りの緑の美しさに。カンッ。甲子園球場、それはどうしたっけ。いや、ないですけど、どちらか青空ですね。青ですね。だけど、高校球児の気持ち、コウノトリが生まれますよ。まあ、それしかないんですね。あの、コウノトリで思い出したんですけど、あの、帝京高校の背番号10番、太田鳥くんっているんですけど、お父さんが、ね、小鳥が好きなんで、小鳥の、あの、なんつか種類の名前からアトリってつけたんですよ。あ、すいません、マウイチ。どうでもいい。すごい。なんか下回るかもしれない。いっぱい来てないですけどね。ということで、今日来ていただいた中から1番を、いや、もし私なしでね、私なしでしょ、絶対私なしの話で、いや、本気の話、今日一番起きてたな、私さんということでございまして、誰にしましょうかね、真剣すぎちゃう、僕らが決めるんですか。もうみんな決めましょうよ。10、決めましたな、6、5、4、3、2、1それでいきます、これじゃないですか、普通に考えて、まあ、そうですね、これがちょっと、ちょっとそれいいですって、だけどこれがちょっと綺麗でしたね。あ、そうですか、はい、はい、ということで今日はですね、キッポンさん、キッポンさんですね、キッポンさんにですね、すいません、さっきね、リンゴ丸かじりしてきたもんね、発表してくれよ、キッポンキッポンです、言わないのかよ、キッポンさんにですね、私たちのキ
ぽさんが、おしゃれだ、きっぽさんが言った審判がゆうさん、はい、審判がゆうさん、はい、こちらに決定でございます、はい、はい、プレイボーイ、やったね、いやーよかった、さあ盛り上がった、それでは次のコーナーに行きますよ、はい、次のコーナー何でしょうか、あはい、またね、なんか怒りましたね、はい、行きましょう、すいませんね、はい、次のコーナー、さあ次のコーナーこちらでございます、で、はい、で、はい、あの野球高校球児は今、まあ、あの人は今みたいな感じで、ああ、これはすごい、はい、から、まあ、2007年にかけては大体誰でも知ってるぞ、俺はと、まあ、90年から以降は大体知ってますよね、だから今30歳、30歳、そうそう、ちょうど16歳、はい、自分が16歳以降の選手は大体わかるぞと、わかりますね、ですよね、まあ、15歳まではボート暮らしてたぞ、まあそうですね、そういうことですよね、はい、そういうことですよね、ニートしてたってことですよね、ということでございまして、今日はいろんな話題が、いろんな話題はないんですけどね、はいはい、もう年代別でもちょっといろいろね、あの質問来ると思いますよ、じゃあ、 あの年の活躍した誰々選手は今何をやってるかって、誰をしてるか分かるんですか、人生分かります、はい、ですよね、大体分かります、質問お願いしますよ、じゃあ僕言っていいですか、あ、いいですよ、いいですよ、はい、はい、という具合にってまだやってないですよね、はい、じゃあ来るまでじゃあ1個、じゃあ1個いいですかね、はい、じゃ あの私がその年代のもので言わせていただきたいので、はい、ちょっとあの後ろでも軽くね、ちょっとその年代に流行った曲をハミングしながら、はい、ね、あの清水と一緒に、はい、はい、で、で僕だけ呼び捨てなんですよ、清水がね、あの一緒に、はい、あのちょっとやっていきたいと思います、はい、こいつでできると思われてるんですけど、え、なるほど、あ、そうそうそう、はい、じゃあ頑張りましょう、はい、私、兵庫県出身ということでございまして、はい、1993年、育英高校が優勝した、あ、しました、しました、そうですね、はい、え、本当ですか、え、すごい、あ、これ曲ちょっと分かんなかったんですよ、1993年の、あ、まあ、優勝は確かに育英高校優勝しましたけど、誰かあります、その人、今、その中の選手で今何やってるんだろうっていうのは、育英高校の誰か、青、まあ、有名、今言ったら育英高校で有名なのは、まあ、センターを守った3番線を守った大村選手、大村さん、はい、じゃあ大村さん、大村さんは、ね、近鉄でドラフトされて、それから、FA で、今ソフトバンクに行ってるんですよ、でソフトバンクで一番売ってるんですけど、まあ、ちょっとね、顔がね、ちょっとね、まあ、こっち来いみたいな、こっちみたいな顔してるんですけど、だけどね、高校時代その高校時代からだけど、本当すごいです、足が速くて、守備も上手くて、バッティングも良くて、はいはい、3秒差って、あと、はい、高校時代多分ね、満塁ホームランを打ってるかなんかで、ランニングホームランを打ってるし、うん、多分その年の甲子園大会は多分打点王なんですよ、それは正解は誰もわからないですけど、まあ、今活躍してる選手なんですか、はい、で、その当時のキャプテンが安田君っつって、はい、で決勝戦でちょっとスパイクが足に刺さってちょっと怪我してしまったんですよ、ちょっと違う、ユニフォームから、あの、なんていうか、ベージュのユニフォームからちょっと血が出てて、怪我しちゃって、怪我して、だけど怪我しながらの試合出てたんですよ、うん、ただバッチムがバッターでショートゴロ打った時にファーストまで走って足を引きずってたんですよ、背中向けちゃったよ、そうなんですよ、うん、それでまあ帰ってきて MC が背中向けちゃった、まあその対戦相手の春日部教育高校のピッチャーがまあ2年生、当時2年生のドイ投手なんですけど、わかんすいません、あ、すいません、なんかね、ちょっといっぱい来ればね、ドイ投手なんですけどねあのじゃあ、そうやな、ね、93年って松井、93年、いや、松井は92年です、松井のデータないですか、松井の年の、松井の年、あ、ありますよ、あの、松井をあの敬遠したピッチャーは、敬遠したピッチャーが、うん、その当時、松井選手が2回戦で星稜高校で明徳義塾戦があったんですけど、うん、松井選手が5打席連続敬遠っていう、今までにないことだったんですよ、有名ですよ、普通、まあ、ベースが空いてたとかなんですけど、ランナーがいなくても敬遠だったんですよ、うん、その時のピッチャーが、エースピッチャーだけ背番号8番の河野投手っていうのが投げたんですけど、うん、でその河野投手が、法政大学に行って、聞いてないよ、法政大学でそれでプロに行って松井選手戦うかもしれないという話があったんですよ、今はまだね、ちょっと海外のアメリカに行ったりしてまだ夢を追いかけている、ありがとうございました、ということでございます、どんどんね、はい、来てるっちゃ来てる、あ、そうなんですか、さっきからね、どん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 来てるんですよ、太田浩二はどうなってたのね、あ、これすごいですね、さっき安田君の話してたら、安田君の話、ね、ディプロヤミでどんどん上がっちゃったんですけど、監督してます、そう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 、はい、こっちの方も田中翔、中田翔さんでしょ、はい、ほら、この方も岩尾にはほら、選手、小谷は、なんかよくわかんないですけど、まあそんなこんなで、だけどこれすごいですね、安田選手がディプロって社会人野球なんですよ、辞めて福岡経済大の監督って、すごいですね、あのね、170ちょんぐらいのちょっとぽっちゃり方の安田選手なんですけど、安田選手ですか、安田選手ですね、僕にとっては選手ですね、で、血を染めながら、あの優勝旗を担いで泣きながら、あったかーい、熱い男でしたよ、彼は、あったかーい、あ、すいません、
ね、いろいろモノマネが来てたんで、その勝手にやっちゃいました。なるほど。どうも、パンドエッジです。すいません。自由ですね、もう自由な風が。ジンガー君が。アイコ。アイコ選手。アイコ選手、だいぶ古いして、僕多分生まれてないから。アイコです。アイコです。あ、この子いいですね、このあの。東海ダブルヤスリーと浜田翔君、これはね、あれはね、智弁和歌山が優勝した年だから、多分2000年ぐらいだと思うんですよ。つい最近で、浜田君がキャプテンで、セカンドも守ってたんですよ、で背番号4番で、だエースピッチャーの井上君が、ちょっと怪我かなんかに投げれなくて、もう県大会からずっと一人投げてたんですよ、チームショットで、で、流れ悪いという間に決勝まで行って、あーなるほどね、めっちゃ可愛らしい顔で、ああ、そうですか。ということでございましてですね、じゃあ、最後に、はい、ちょっとあのすいません、私のリクエストなんですけど、はい、1997年かな、はい、の、あのすごく MVP に輝いた1997年、ちょっと待ってください、ちょっと優勝と重賞を言ってください。すいません、ちょっとその頃の歌にね、私97、思い出があるんで、はい、智弁和歌山と平安だ。あ、じゃあその課題についてちょっとよろしくお願いいたします。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、やっぱり、ね、思い出すのはやっぱりですね、智弁和歌山のエースピッチャー、あれは高島くんかな、いたんですけど、はい、当時2年生で春の選抜でちょっとね、重症、あ、そうです、すみません、あ、これ喋りたかったな、はい、すみません、その当時の重症ピッチャー、平安高校の川口くんっていうのは KinKiKids を思い出しちゃった、KinKids の歌がちょっと歌いたかったんですけど、そうそう、忘れちゃってるって、ごめんなさい、まあ、その時の世間での優勝は近畿東で、近畿東で、ありがとうございました。ということで、次のコーナー行きたいと思います。さあ、お待ちかねのコーナー、帰ってきたくるくる Q&A。このコーナーはこの人にこんなことを聞きたいという質問をですね、私たち3人がモノマネで何でもお答えします。モノマネ答える。僕らもモノマネやるんですか。ちょっと待って、僕らモノマネやったことないですよ、そんな。やってる、やってる、さっきからやってる。なんだらボケだからですけど、僕なんかもう1個もやったことないですよ、モノマネ。さっきやってたじゃないですか、風呂上がりの。あれよかったよ。あれはよかったですよ。こういうの大好きですから、みんな。まあ、30分ぐらい。じゃあ、もうやりましょう。やりましょう。はい。しょうがない、やりましょう。本当にもう生まれたことですし、やりましょうか。じゃあ、どんどん来てるぞということでございましてですね。はい。ピーター・フランクル。すごいですね。みんな詳しいですね。ちょっとすごいの来てますね。あと10分か。改めてね、みんなね、あ、北早隼人の相棒保守、多分中原君だったような気がするんだよ。中原君、背がちっちゃいですよ、160代ちょっとで、よく受けたんです。すいません、じゃあ、はい、これ、そうか、こっち来てんだ、そうだ、来てんだ、来てんだ、来てんですよ。くるくる Q&A、はい、まずミラクルヒカルさんへの Q&A です。工藤静香さんへ、この夏、ここみちゃんとどこへ出かけましたか。新潟の忍者村に行ってて、で、もうここみが忍者みたいって言うんだけど、彼が、お父さんが、あーちゃんくせよって言うんだけど、あーここみはせえっつって、結構おもろかった。出てますね。やっぱり新潟だったら新潟名君、新潟名君、ベスト16番のモデルコで、ベスト16番の歌に、やっぱ安定感ありますね。安定感ありますね。安定感ある、安定感あるだけだと大野時代の野球の感じもいいよ、それ。ということでございます。まだまだ工藤静香も来ておりますけど、長澤さん、あ、わかりました。二宮君と付き合ってるの、長澤さん。いや、なんか噂ありますよね、いろいろ。えじゃあ聞きましょうか。はい、Q&A です。ミラクルヒカルさんへ、長澤まさみさんへの質問です。嵐の二宮くんのどこが好きですか。つどりつどりんこぷどりんこしてるところね。つどりんこぷどりんこやめて。プロリンコって何ですか。下ネタですか。そうです。それは長澤まさみさんのお父さんなんですけど、あの常葉学園立花高校のサッカー部の監督なんです。サッカー部の監督なんです。で、その系列の常葉学園菊川高校は今年校で。ということで、またくさんいらっしゃるということで、萩原流れさんです。ここは拍手ですか。拍手これもうよく分からないよね。いいですね。安定感ありますね。本当ね、大谷選手の森高みたいな安定感。ほら140キロですよ。落合監督、福留選手は今後どうなる
になりますかね。あ、いいんですか、そんな話して、はい、僕としては高校野球専門なんで。どうぞ、も趣旨理解してます。これモノマネで答えないといけないんで。あ、そうですか。落ち合い監督、落ち合い監督、落ち合い監督、落ち合い監督ですか。坂本ピーの質問です。落ち合い監督、今後の福留選手はどうですか。FA ありがとうございました。いいですか。これ、ちょっと待ってください。物理的なやつガンガン言ってください、ね。じゃあ、私取りますよ。はい、はい、ミラクルさんです。はい、アンパンマンへ、正直、ジャムおじさんの口は臭い。ジャムおじさん、お口臭い。入れ歯の CM とかにいいですか、ね、そうですね。もうこれちょっとやってみたいですね。どこだったかな、これですね。ダルビッシュさんに質問です、おい、この質問できねえだろ、お前は。あんたじゃねえよ、お前。何、わからない。ナイスミラクル、サンキュー、ね、はい、違う問題いきましょう。ほんとだよ、もうほんと。これいいじゃないですか。はい、ミラクルさんです。はい、デヴィ夫人への質問です。はい、今年の水着はどんなの。パイナップルでございます。意味がわからない。わからない、パイナップルでございます。パイナップル、はい、パイナップル、開放的なんですね、はい、下がパイナップルです。すごいの。あ、宇多田さんに質問。エヴァンゲリオンは本当にすごい。そんなこと聞いちゃって。あ、これいいですか、ちょっと今話題になっている。この高田久美さんへ。あ、高田久美さんへ。これね、中井さんの好きなところは。今ちょっとこれタイムリー。そうなんだ。なんか、そうやな、そうやな、中井さんの好きなところ。中井さんの好きなところは、そうやな。なんやろか。水割りじいさんに送れたのかな。水割り小さいの。まあまあ皆さんは知ってるっていう。地域の有名な方。すみません、そう、地域の有名な方なんですけども。そもそも、じゃあ言いますよ。いっぱいいいの来てます。じゃあ佐野さん行きましょう。野村監督、マー君はどうなんですか。何その、神の子、不思議の子。なんじゃそりゃ。私やっぱりエヴァンゲリオンは本当に好きですか。宇多田ヒカルさんやっといていいですか。宇多田ヒカルさん、エヴァンゲリオンは本当に好きですか。ダノンビオの、ダノンビオの蓋の裏についてるヨーグルトぐらい大好きです。わー、わかりました。もう僕はヨーグルト、その2人でヨーグルト好きなぐらい僕高校野球大好きです。ダノンビオって、ダノンビオって関係ない。ちょっとごめん、今の沈黙おもろかった。ただ押してみただけです、すみません。一番、サッカーは楽しかったですか。朝青龍さん。朝青龍、これは僕ですか。ですよね、髪型朝青龍ですよね。そうですか。へー、出るんで入ってください。朝青龍さんに質問です。サッカーは楽しかったですか。体調子いいからね。そんなセリフありました。ちょっと待って、待って、東原さん、マンゴー、東国原さん、国原さんのシャツはマンゴーで染めたんですか。東国原さん、僕東国原ですか。あ、知事ですか。これマンゴー、そうですね、マンゴーっていうか、まあ、いや、質問しましょうか。東国原さん、そのシャツはマンゴーで染めたんですか。宮崎の特産物ですからね。松浦先生なんです。シュモクザメ味の、ゴゴティーはどんな味ですか。シュモクザメですね。なるほど、シュモクザメ。まあ、サメでしょうね。じゃあ、聞きましょうかね。あわやに質問です。シュモクザメ味のゴゴティーの顔は。シャーシャー。正解ですか。正解です。ゴゴティーになるやっぱりここの高校野球ですね。はい。ちょっとね、なんか無理だ。夕日がちょっとね。クマパンマン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 は良かった。あ、これいいじゃないですか。はい。あの、佐野さんこれいきますね。大先輩です。大先輩。佐野さんに質問です。ね、横山やすしさんへ質問です。うわ、大先輩もいいとこだね。最近の後輩芸人をどう思いますか。これしかない。挨拶どこもできてこないやけど。冒頭冒頭冒頭。なんすか冒頭みたいな。冒頭冒頭。あ、中途半端やな、びっくりした。来ましたね。来ましたね。初めて見ましたね。ニコに海でも行けるん。あれ、あの、質問言ってからやんないと分かんない。もう急いでるんで、もうどんどんやってて、すみません、もう本当に。これ、皆さんやってもらっていいですか。いいよ。いいですか。あの、金ちゃん、マラソン大丈夫ですか。あん、金ちゃん、マラソン大好きだよ。待った。金ちゃん、マラソンどうしたの。
だがね。ダメです。ダメです。どんどん行きましょう。さあ。あ、これ行こう。行けませんか。ホークスですか。ホークス。あ、ホークスの松永さん。ホークスの松永選手。これから巻き返しありますか。心次第だね。わかりませんよね。わかんねえなー。経営の中でちょっと本当です。その小林さんばりな、ちょっとね、これすごい来てますけどね、たくさんお題が来てますね。結構来てますね。仲間由紀恵さんに質問で、好きなチューブの歌はありますか。夏を抱きしめたくて、テドさん。僕は夏川りみさんね、甲子園を熱くなりという曲が好きなんですけどね。本当ですか。そこも甲子園なんですか。甲子園です。夏川りみさんエビバリゴーエビバリゴーエビバリゴーファー。夏川りみさんそんな歌ってます。歌ってるんですよ。レッド甲子園で歌ってます。そうなんですか。へー。ということでございまして、はい、もう楽しいですね。そうですか。さることながら次回のゲストは、まあ、ゲスト誰でしょうか。分かってますけどね。ドキドキ。もしかしてもしかしてベジタブルな感じでは、なくてさっき出ましたけどね、はい、次回はね、コンマ2センチさん。あれさっきポジション面なんか絶対そうです。来週っていうか今日のゲストがポジション面だみたいな感じになって。そうです、そうです。まあね、これそうもういいですよ。先輩だ。先輩ですよ。やめてください。コンマ2センチさん、これはね、もうすごい大人気だったということでね、はい、らしいです。ということでまた来ていただきます。今日のプレゼントはですね、キッポンさんではなく LJ さんでございます。あ、すいません。まさかのハプニングですね。すいません、申し訳ない、こんなことがございました。 LJ さん、審判が言う LJ の J は女性だけの J です。どうでもいい、はい、LAPL の L でございます。 J さんだけでおかしいだろう。ということで、ございまして、今日も締めくくりしたいと思います。もう終わるんですか。これが2時間ぐらいで講師のことをね、喋りたいですけどね。本当ですね。後でみんな飲み屋でやってくれます。来てますんで。ってことで最後はですね、おはじ巨泉さんでみんなで、おはじ巨泉さんでみんなで知りますからね。おはじ巨泉さん。おはじ巨泉さんと一緒にですね、私たちはやっぱりやっていかないと。そうですね。最後それで終わる。おはじ巨泉さんと一緒に考えてますね、今。じゃあよろしいでしょうか。じゃあおはじ巨泉さん、お願いします。はい。今夜もクイズ始まっちゃった。いやー